けど、まあそんな私たち地元のいいところを探そうとしてすっかり観光をエンジョイしちゃってたわね。何も観光名所だけが地元の魅力ってわけじゃない。それが分かっただけでも一歩前進ってことじゃない。よしこの言う思い出の場所を巡るのもとってもワンダフォーなアイディアね。きっとみんなの思い出の場所を巡っているうちにアクアらしい新曲のテーマが浮かんでくるんじゃないかしら。そうと決まったらまずは腹ごしらえね。この近くにとっても美味しい海鮮丼のお店があるの。ダイヤに教えてもらったんだけど、アジの干物を使った炊き込みご飯がベースになってるのよ。珍しいでしょ。アジの干物の旨味がギューッと詰まっていて、海鮮丼としてはもちろん、締めは梨茶漬けとしてもエンジョイできちゃうんだから。梨も沼津特産のサバ節が加わってベリーギュッとの味わいなのよ。きっと気に入ると思うわ。みんなで地元の美味しいものを食べながら改めて魅力を語り合うっていうのもとってもシャイニーな時間になりそうね。話してたらベリーまでお腹ペコペコになってきちゃった。早速行きましょう。レッツゴー。